せーの、Twisted Radio Station。 皆さん、明けましておめでとうございます。 Twisted Radio Station 第8回目です。セベクジグボルトのボイスキャストを務める石原歩です。皆さん、明けましておめでとうございます。ジャック・ハウルのボイスキャストを務めていますバン・タイトです。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ1月末ということなんでね、うんうん、新春感はないんですけれどもまあね、まだでもまだギリ1月なので、そうですね、うんうん、年始一発目の放送でございます、はい、まあ年末はお休みだったのでね。そうですね。はい、早速なのでね、うんうん、本日のオープニングトーク参りましょう。はいはいはい。このラジオでは毎回前回のパーソナリティからオープニングトークのお題を預かり答えて、うんおります、はい、まあ前回も僕いたんですけどね。あ、そうですね。そうそうそう、葵、うんうん、君とね、僕とねやってたんですけど、はいはい、テーマが、うん、年末年始の過ごし方を教えてください。なるほど。自分に返ってくるとは思わなかった。そうか、自分で考えられたんですもんね。これそう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 、そうだそうだ。ちなみにどうだったの年末年始。僕は、うん、お家を、はいはい、まあ掃除をしない人間なので普段。ああそう、意外なんか。いやまあ、うん、本当にね、見るも無残な状態になっているんですけども、はいはい、毎年年末は掃除をするんですよ、うんうんうん、ここでしないといつするのっていう状況なので、うんうんうん、去年は3日ぐらいかかりましたね。だから掃除全部するのに。衣替えみたいじゃなくて配置替えとかもしたの。あ、まあ、でも配置も軽く変えて、うんうん、本当にもうだからまず上からですよね、うんうん、ね、エアコンの外して、はいはい、フィルターも全部出して、あ、中もこう全部拭いたりしてっていうのをやってると、うん、全部やってるとかかりましたすごく。あ、なるほどね、うん、どうでした。僕もね、大掃除はしたんだけれども、引っ越したばっかりだから僕は。なるほどなるほど。だから細かく細かく片付けてはいたのよ、うんうんうん、で、あ、まあ服をクリーニングに出してね、はいはいはい、でそれでちょっと模様替えではないけど、うんうん、新しく買ったものもあって、うんうん、なんか取り替えとかもして、はいはい、まあ年末年始はようやくね少しずつ少人数でご飯に行けたりっていうのができるようになったから、うんうんうん、まあ仲のいい人と忘年会とか、うんうん、そういう感じのをね少人数でやらせてもらったりはしましたよ、うん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 、新年もね実家に帰って。あ、いいですね。でもそう、ね、やっぱね、やっぱ海が近いから、うんうんうん、なんか海のものがめちゃくちゃ美味しくて、いやなんかいいですね。地元は寒ぶり、うわ、そうあって、うんうん、であとなんか地元で作ってる、はい、ヘベスの粉末を食べさせたヘベスブリっていうのがあって、ほう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 、そうヘベスっていうのが地元で作っている宮崎県なんだけど、はいはいはい、その柑橘系のもので作ってて、やっぱ柑橘系だから脂身とかもね、あ、さっぱりしてんの、脂とかも。なるほど。そう、美味しそう。それをブリシャブにして食べるっていうのが僕の年始の楽しみです。いやー美味しそうだし楽しそうだな。で最後に雑炊で締めると。いやたまらないですねそれ。年末年始それをこたつでね。うわーこたつ、そう、みんなでつつきながらっていうのが新年の初めでしたね、うん、いやいいですよね。そんなね素敵な年末年始をね、僕らだけじゃなくて皆さんもねきっとお過ごしになられたかなと思うんですけれども、はい、ではではですね、皆さんからいただいております今月のお便りをいくつか紹介していきたいなと思っております。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、ハンドルネームヒエピーさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、そして新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。12月末の配信がお休みということだったので第8回の配信がとっても待ち遠しかったです。お、食べたね年末年始の過ごし方がお題とのことですが、うん、私は今年受験生なので休憩時間にちょこちょこ正月イベントを進めて家に引きこもってました。ああ、うん、私の気分転換は推しの声を聞くなのですが、今回のパーソナリティのお二人はどんな方法で気分転換をされているのか教えていただきたいですとのことでございます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。受験生ということで今の時は最後の追い込みじゃないですか、うん、本当にもう大変だと思いますけど、すごく大変だと思うけど、うんうん、もうここがやっぱりね、一番頑張り時ですからね。 そうそうそう、うん、そんな気分転換にね、うん、ツイステッドラディオステーション、いやもう本当に本当にどうですか、もうこうやっぱりこう集中するのも大事ですけど、はいはい、やっぱ
どこかでね気を抜くっていうのも大事なことですからね、このラジオとかがやっぱ抜ける場になってくれればいいかなっていうのはありますね。しかもお正月イベントもあったっていうことだからね、ちょこちょこ進めつつ家に引きこもってたってことは頑張ってる、偉い、本当に偉いですよ。推し活お疲れ様です。お疲れ様です本当に。気分転換ってことだけど、どう、気分転換の仕方とかは。僕はですね、もう体を動かす。あーそうね、やっぱそれが一番かもね。僕は趣味でスポーツクライミングをやってるんですけど。あーそうだね、そうなんです、もうなんかちょっともうもやっとしたことがあったら、とりあえず壁に登りに行くっていう。本当に。じゃあ一般の壁じゃないですよ。ちゃんとした施設にクライミングをしに行くんですけど、やっぱりその本当にもう必死に登るんで、もう無我夢中になるんで、もう嫌なこととかも全部忘れるっていうのはありますね。無我の境地というか、そんな感じになれるんだ。石原さんはどうですか。僕も体を動かすことなんだけれども、最近だと長風呂。あそういいですね。そう、音楽を聴きながらとか、あと最近テレビを買い替えたんですよ。はい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 、でテレビを買い替えてすごく音と映像が綺麗になったから、それを大音量で流しながら、本当に好きなことをやる、なんかそれを BGM とか、気が向いた時にこう目をやるような感じで、まあいろんなものを、食べたりだとか、そう小説を読んでみたりだとかっていうのをするのが、本当に自分の好きなことに使う時間っていうのが気分転換になりますね。確かに。もう180度違うことをやるっていうのはすごい本当に心のためにも大事なことですから ね。もう本当にヒエピーさんの受験勉強大変だとはもう本当に思うんですけれども、もうぜひぜひこのラジオを聞いて気分転換をしてね、頑張っていただければなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。受験頑張ってね皆さん。続きまして、ハンドルネームカンナさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人とも新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ツイッセが大好きで初めてラジオにメールを送らせていただきました。ありがとうございます。嬉しい。突然ですが、皆さんはどんなお正月を過ごされましたか。私は目覚まし時計のアラームを速攻で解除して、好きな時間までゆっくり眠れたことが嬉しかったです。最高最高。ツイステでは福袋の代わりにニューイヤーパックを購入したり、ゲストルームをニューイヤー限定家具で和風っぽくしたり、イベントストーリーを楽しんだりもしていました。ついに7章が始まったツイステですが、監督生の一人として今年も元気にナイトレイブンカレッジに通いたいと思います、これからもツイステラジオ楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。まあニューイヤー限定家具もありましたよ。これはあれですよね、はい、先ほどもお話に出たこたつですよね、そうなんですよ。いやお正月といえばやっぱりこたつなのかな。そうだね、やっぱあったまるよね。あったまる本当に。なんか僕の家の方では、実家の方ではこたつ出してるんだけど、家の方ではこたつ出してないから、なんかちょっと季節感がないのよね。ああなるほど。こたつってやっぱ冬の風物詩みたいなところがあるから、それがあることでツイステのゲームの方でもやっぱり季節感が出てくるっていうのがやっぱいいよね。いいですね本当に。なんかその四季折々のものを味わえるというか。そうね。そしていや来ましたよ、これですよ、7章ですよ。いや来ましたね7章。どうでしたか皆さん、やりましたか、プレイしましたかね。いや衝撃。いやこれね、石谷さんなんてもう本当にもう語りたくてたまらないんじゃないですか。いやいやもうね、これに関しては、これどうなるのって、なんかちょっとシリアスなところもありつつ、なんかちょっとコメディーテイストなところもありつつっていうところだったから、イベントを見てるのとはまた違ったストーリーの楽しみ方だから、でキャラクター性がようやくね、メインストーリーの中で語られたりっていうところもあったから、で一枚一枚なんかアイテムみたいな出てきたりとかしたじゃん。あれなんか関係あんのとか思ったりとかね、全部が全部伏線に見えてくるっていう感じだから。確かに。そう、しかもね、年末年始は SSR もたくさん出ておりましたし、まあ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 本当にね、これはもうおいおいちょっとお話をしていきたいところでございますが、はい、7章これからも楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速こちらのコーナーに参りましょう。せーの、
ツイステ観察学。このコーナーでは毎月パーソナリティがくじを引きまして出たキャラクターについてのお話をしてまいります、自身がボイスキャストを務めているキャラクターが当たる確率は15分の1とのことですが、石谷さんそして僕ですね、自身がボイスキャストを務めているキャラクターは紹介済みでございますので 0% でございます。 1% もない。そうでございます。なので早速くじを引いていきたいと思います。引いてみようかな。お願いします。はい、どれにしよっかな、どれにしよっかな。こちらにしましょうかね、はい。で、キャラクターはなんで今だ。サバダクローリョーラギームッチ。おはい、ということで今回紹介するのは、うん、サバナクローリョラギーブッチでございます、うん、学年がですね、はい、2年生 B 組2番、うんうん、誕生日が4月18日お羊座、うんうん、年齢が17歳、うんうん、身長171センチと、うんうんうん、意外とね身長高いのよ ね、 ね、うんうん、周りが高すぎる可能性があるよ。そうかもしれない、ね、あ、そうか、そう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 。まあなんかセベクと一緒だったのはまあサムイベとかね、うんうんうん、それこそお正月のね、そうですね、そうですね、 SSR とかでも一緒でしたけども、うんうん、ザックのボイスキャストをしているバン君としては絡む機会が多いんじゃないですか、はいはい、そうですね、うん、やっぱりそのジャックはラギーのことをこうめちゃめちゃ尊敬しているというか慕っていたり、うん、なんかすごくやっぱりこうなんて言うんでしょうね、まあレオナとはまた違った尊敬像というか、すごくすごくジャックとしても慕ってる先輩だなっていうのはもういろんなイベントストーリーでも身に染みるというかのはありましたし、ラギーのその面倒見の良さ、そう、なんか容量がいいのにちゃんと面倒見いいのよね、うん、そうなんですよ、すごく優しいなっていうところも感じるのがあったりして、したたかなところもあったりだとか、ね、まあ、すごくいい先輩像だなっていうのはありますね、うんうん、結構リアリストだからさあ、確かに、そうそう、お世話とかってやっぱどうしてもね、うん、手がかかることじゃん、なのにちゃんと後輩のことを見てるなっていうのが描写からねすごくね感じられるのがいいなっていうのを思うね。あと表情がね、うん、大人びた表情とかもその運動着のとこも結構大人びたそうですね、そう表情してるのに、うんうん、実験着とかすげえ可愛いのよね、そう笑い方が好き。僕実はラギーのボイスキャストの市川くんと、うん、その笑いを取った時一緒に収録したんですよね。あ、へえ。そうなんですよ、うん、だから笑いを生み出すのに市川くんが苦戦していたのを覚えてます。あ、そう、何度も何度もテイクを重ねて、取って生み出された笑いはもう今はもう笑いしかちょっとやっぱり想像つかないんですけど、そのくらいやっぱり笑いってこう僕の中でもこう聞いてて印象深いというか、ラギーっていうキャラクターを象徴する言葉なのかなっていうのも思いますね。笑い方に表情があるじゃん。そのありますね。シチュエーションによって笑い方が違うっていうのはやっぱボイスキャストである市川くんの技量なんだろうなっていうのと、ラギーのボイスキャストは市川くん以外ありえないでしょっていう感じに僕はもうやっぱ思っちゃう。思いますね。想像がちょっとつかないというか。そう。そして笑い方意外と難しい。難しい。すごいよ。しかも得意科目のとこ書いてあるんだけど、うん、動物言語学って書いてあるんだよ。ああ、すごい。しかも特技釣りだしさ。サバナクローならではのそのサバイバル技術というか ね、あったりして、サバナクローのね物語とか、まあメインストーリーだと2章のね焦点当たったところがあると思うんですけども、そうね、うん、まあなんといってもですよ。ほう、何？月刊 G ファンタジーさんの方で、ああ、はい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 、ね、始まりましたね。始まりました、このサバナクローのね物語が始まってますので、ぜひぜひそちらの方もねチェックしていただければなと思っております。はい、以上ツイステ観察学でした。それでは次のコーナーです。せーの、ツイステシー。ツイステ誌とは今月のツイステのイベントや更新情報を振り返るコーナーとのことです。早速1月の更新情報を見てみましょう、はい、
上旬の方がニューイヤーキャンペーン、うん、授業で獲得できるアイテムのドロップ率アップや、うん、神秘のマジカルキー新種の衣などのアイテムがセットになったお得なパックの販売などのキャンペーンが開催されました、うん、そしてですね、リリアのバースデーキャンペーン、いやー本当ですよ、1月1日はリリアの誕生日、うん、リリアのバースデー1月1日を記念した限定ログインボーナスや期間限定召喚などのキャンペーンが開催されました、うん、まあ、召喚カードなんですけれども、はい、SSR リリアブルームバースデー、うん、はい、SSR リリアユニオンバースデー、うんうん、SSR リリアおめかしバースデーということで、うんうん、でサブズニューイヤーセール2023ということでね、うん、こちらも展開されましたけど、はい、SSR ラギー新春の衣、うん、SSR セベク新春の衣、うん、SR ケイト新春の衣、うん、SR ビル新春の衣と、うんうんうん、はい、この4枚ですな、はい、はい、もう本当に雅でしたけれどもね、すごいですよね、うん、本当に、うん、なんかあすごい、こういう服装もやっぱり見てみたいですね、みんなの。そうですね、すごいな、去年から増えましたからね、ってことは倍に増えたということは今度はそうか、また増えていくんじゃないんですか、いや楽しみだな、これも早くどうなるかはわからないけれども、早く来年の1月にならないかないやいや、その間もいっぱい面白いことありますから、まだまだありますから、はい、うん、またイベントを進めることで交換できるマジカルキーニューイヤーにて、うん、SR ケイト新春の衣または SR ビル新春の衣のいずれかを獲得できました、はい、そしてですね、うん、復刻サムズニューイヤーセール2022期間限定ピックアップ召喚も開催され、はい、SSR カリム新春の衣も獲得可能でございました、うん、またショップ交換で SR デュース新春の衣も獲得できる機会がありましたよ、はい、うん、さあそしてですね、中旬には NRC 統一試験が開催されました、うんうん、ここは俺に言わせてくれないかい、まあ、いいんですか、シルバーピックアップ召喚 SSR シルバー両服が召喚に新登場しました、いやー来た、はい、来ましたよ、うん、シルバー来た、これ見ました、これすごいですよね、いやこれはね、うん、ぜひねセベク君と揃えてもらいたいなっていうのがありますな、うん、この構図いいよね、え、セベクだけでいいんですか、いやいやいや2人とも並べてる、いや2人4人揃えてもらいましょうかいやこれでもかっこいいです、かっこいいよ本当に、たまらないなこれ、キリッとしてるんですよ、このポーズ撮りたくなっちゃうないつもは眠いっていう感じなんですけども、うん、このキリッとしてね、本当だ、うん、かっこいい、このシルバー君もぜひ手に入れてみてください、はい、そしてマリウスバースデーキャンペーン、お1月18日はマリウス様の誕生日、うん、マリウスのバースデー1月18日を記念した限定ログインボーナスや期間限定召喚などのキャンペーンが開催されました、うん、召喚カードが SSR マリウス、うん、ブルームバースデー、うん、SSR マリウスユニオンバースデー、うん、SSR マリウスおめかしバースデーとなっております、見てくださいブルームバースデーのマリウス様、これはもうこんだけ柔らかい雰囲気で、しかもウィンクしとる、いやいいんですかこんなの、もうみんな揃えて叱るべきということでもうラッシュもラッシュでございますよ、はい、すごい畳みかけているな、はい、うん、ということで下旬でございますけども、うん、バンクお願いしてもよろしいですか、はい、こちらですね NRC マスターシェフ麺と麺、うん、イベントを進めることで、限定衣装カードが獲得できました、うん、こちらがですね SR フロイド見習いシェフ、うん、そして SRセベク見習いシェフ、はい、うわこれはもう怒涛ですね、そうですね、しかもちょっとね、うん、料理ができるんじゃないかみたいな感じのね小鍋を持っておりますな簡単な料理って普通にできそうだからな、ディアソムニアラッシュがすごい、うん、すごいですよ、さあそしてそして、はい、バスケットボール部おまけ付き召喚ジャミルバージョンも、ありましたね、はい、SSR ジャミルクラブエアが登場する期間限定召喚、うん、SSR ジャミルクラブエアを獲得すると、家具の作成ができるようになるほか、うん、召喚についてくる部活メダルは限定ショップで家具と交換できますということでございます、このジャミル先輩見てください、いやこれね、うん、すごいですよ、あのヘアアレンジしておりますね、そうしかも、うん、しかもですよ、うん、
あのイケメンにしか許されない風が吹いているんです。そう、風を感じるんですよ。そうそうそう、髪がなびいてるのよ。すごい風を感じる。爽やかなんだよな。ねえ、そう、しかもね、あのバスケットボール部ということは2人目でございます。エース君からの2人目でございます ね、うん、はい、ということで怒涛の、うん、怒涛です。ディアソムニア月間でございましたけれども、すごい、まあ、僕は去年、僕と、はい、信長さんは、うん、去年宣言しておりました、うんうん、我々はパワーを貯めていると、うんうん、溜めてた。新年早々出しましたね。すごいですね。はい、これしかもまだですよね、きっとね。チルパーということは次は あれ、あ、そしてその次はパワー溜めすぎじゃない。そう、7章のあの展開から、いや本当にもう止まりませんよ。止まらないこれは。さあ、そして皆さんお楽しみにということで、うん、そしてですね、毎月のことではございますが、うん、1日にですねショップ更新がありますので、交換は忘れないようにお気をつけください。お得ですからね、うん、はい、以上ツイステ氏のコーナーでした。今月の情報を振り返ったところで、続いて来月の運営スケジュールをお伝えします。せーの、ツイステワクワクだより。ラジオをお聞きの皆さんはご存知の通り、ツイステでは毎月月末に来月の運営スケジュールをゲーム内お知らせにてお伝えしております、うん、運営開発状況によってはスケジュールの変更の可能性があるのでご了承ください。早速来月はこのような予定になっております。ラジオではありますが、画面をぜひご覧ください。はい、盛りだくさんでございますけれども、盛りだくさんなんですけれども、ちょっとピックアップしていきたいと思います ね、はい、ね、まあ2月4日、うん、ケイトバースデーキャンペーンでございます。いやー、おめでとう。はい、2月4日はケイトの誕生日でございますよ、うん、ケイトのバースデー、2月4日を記念した限定ログインボーナスや期間限定召喚などのキャンペーンを開催予定ということで、はい、そして続いて、うん、中旬にね、うん、こちらあります期間限定イベント、うん、夕焼けの草原のタマーシュナムイナ、うん、を開催予定でございます。はい、こちら登場カードがですね、うん、SSR レオナ、いやSR カリブ、すごい、 SR リリア、うん、R ビルということで、うん、我々ちょっとあのレオナのね、はいはいはい、イラストを拝見したんですけれども、見せていただいておりますよ。かっこいい。いや、なんといっても構図もそうだけど、ポーズもかっこいいんじゃよな、これな。楽しみにぜひぜひしていただければと思います。イラストの方もね、楽しみにしていただければと思っておりますよ、うん、はい、そして下旬なんですけれども、うん、アズールバースデーキャンペーン。わあ、そうか、そうだそうだ。2月24日はアズールの誕生日、うんうん、アズールのバースデー2月24日を記念した限定ログインボーナスや期間限定召喚などのキャンペーンを開催予定です、うん、ということで、はい、さらにですよ、いやー、これまだありますよ。すごい、メインストーリー7章チャプター2配信予定でございます。すごい、待ってましたね、はい、これは。そうなんですよ、うん、さらにさらに立て続けていきますよ、リリアピックアップ召喚、 SSR リリア両服が召喚に浸透上ということで、すごいな。はい、もう新年からもう何月まで続くんだろうな、このディアソムニアラッシュは止まらないな。はい、すごい。そうなんですよ、まあ本当にね、注目していただけるものが盛りだくさん、うん、あ、本当ですね。はい、ぜひとも皆様手に入れてくだされ、うん、はい、よろしくお願いします。さあ、来月のツイステももう楽しみでしょうがないでございますね、うん、はい、という感じで、Twisted Radio Station 第8回、はいはい、こちらでね、もうあっという間でしたね。なんかあっという間でございますな、うん、はい、引き続きですね、ツイステポストで、お便りも募集していきます、はい、投稿する際はですね、必ず利用規約をよく読んでから投稿の方お願いいたします。はい、ということで本日の感想なんですけれども、うん、はい、まあ、うんうん、1月一番最初の収録ということでね、はい、ラジオの収録ということでね、はい、まあ、いろんなことがまた展開としてね、うん、そうですね、ありますしね、うんうんうん、ディアソムニア寮のボイスキャストを務めている者としては、うん、
やっぱりこのラッシュは嬉しい悲鳴と言いますか、嬉しいですよね。はい、皆様もそうだと思いますけれども、さらにイベントとかもね発表されておりますので、こちらの方もねぜひプレイして、その目で確かめていただければと思っておりますよ。はい、続きましてバンク。はい、そうですね、本当にディアソムニアラッシュというか、う、ね、本当にもう畳みかける感じがもうあって、もう新年からもうツイステからもう目が離せないなっていうのは本当にね、あるんですけれども、ジャックたちのサバナクローのね新しい一面のエピソードだったりもね、月刊 G ファンタジーさんの方で連載がされておりますので、そうだね、もうどの方面でも目が離せない、ぜひぜひこれからもね、皆さんとツイステを楽しんでいければなと思っております。そうですね、改めて今年もよろしくお願いします。ということで本日のお相手はセベクジグボルトのボイスキャストを務める石谷春樹と、ジャックハウルのボイスキャストを務めるバンタイトでした。次回のツイステッドレディオステーションですが、2月末配信予定でございます。同じくアニプレックスの公式 YouTube チャンネルで公開いたします。公開情報はツイステ公式 Twitter にて投稿予定とのことですので、チェックしてみてください。番組の感想はハッシュタグツイステラジオをつけてぜひ投稿してください。ツイステポストの投稿フォームは番組概要欄にありますので、投稿希望の方はそちらをご確認ください。そして最後に、次回のラジオパーソナリティにオープニングトークのお題なんですけれども、まあツイステポストの方でもね、オープニングトークと同じお題でのお便りも募集しております。そのネタをもとに次回のパーソナリティがオープニングトークを盛り上げちゃおうということなんですけれども、まあネタ案がここにありますよ。3つありますけれども、まあ1つ目がバレンタインデー、ホワイトデーの思い出、確かに2月ということでね。2つ目好きなお菓子ということでね、続きまして雪が積もった、なりし、みんな何して過ごしていそうということでございますけど、まあ季節柄って言ったらバレンタインデーはホワイトデーの思い出かなっていう感じでございますけれどもね、なんかエピソードあったりする？バレンタインデーですか？聞かない方がいい。涙が出てきちゃう。そうかそうか。じゃあ俺の方はね、なんか学生寮に入ってたことがある。はいはいはい。で、バレンタインデーに、僕は割とお菓子を作ることが多くて、そう昔からそうなんだけど、寮のなんか各部屋になんかいるんだけども、そこにコンコンってノックして。はい、皆さんにバレンタインデーのチョコをお持ちしましたっていうのをいる子たちだけあげてた。すごい。いないっていうことはそういうことでしょっていうことで。なるほど。そう。なるほどなるほど。コンコンって行って、なんかこう出てきて独り身の人たちがね、寂しい笑顔を浮かべながら食べてた。みんな。すごい優しい。そう。その代わりね、ホワイトデーの時にね、その人たちからお返しをもらっておりました。素敵なお話ですね。いや、やっぱね、料理っていうのはね、ストレス解消というか、まあまあ気分転換になりますので、そうですね。皆様もぜひともね、バレンタインデー、ホワイトデーの思い出、こちらポジティブな方がいいな。そうですね。そう、ポジティブなお話にしましょう。ポジティブなお話にしましょう。いいお話にしましょう。はい、ということでお題の方がバレンタインデー、ホワイトデーの思い出ということでございますので、皆さんどんどん投稿してください。はい、もうあっという間でございましたが、今月の放送も終了ということでございます。それでは皆さん、ごきげんよう。